アランシビル・アランシビル OBE は、イギリスのホルン奏者。ノーザンプトンの出身。少年時代からホルンをはじめ、10代で、軍楽隊に参加した。デニス・ブレインの父オーブリーに指示。指揮者のトーマス・ビーチャムによって、デニス・ブレインの自席奏者として、ロイヤル・フィルハーモニー還元楽団に採用される。デニス・ブレインが、フィルハーモニア還元楽団に移籍すると、主席奏者を引き継いだ。 1955年にシビル自身もフィルハーモニア館に移動し、1957年にブレインが自動車事故で死去すると主席ホルン奏者に就任した。1960年代にベルリンフィルハーモニー管弦楽団への入団を打診されたがアランシビルはフィルハーモニア管弦楽団に留任し続けた。1966年に BBC 公共楽団の首席ホルン奏者に就任し、1988年に引退するまでその座を守った。王立音楽大学でも教弁を取った。1985年に大英帝国勲章を授与された。独奏者として、モーツァルトの競争曲や、ベンジャミン・ブリテンのセレナードなどが著名な録音である。アラン・シビルホー音トリオを結成して、 室内楽曲も録音した。ビートルズのアルバム、リボルバーにおいて、フォーワンの感想でホルンを吹いている。ロンドンにて死去。ありがとうございます。